本当でございました。瀬下岡さん、そして浅草ハッピーテンの皆さん、ありがとうございました。続きまして、元気で可愛い猫の皆さんの登場です。公害事業チームわんぱく太鼓の準備に入りますので、皆さんちょっと通路を開けていただくと大変嬉しく思います。